父と子と聖霊との御名によってアメン。愛する兄弟姉妹の皆様、今日は2024年2月4日六旬節の主日です。2つお知らせがあります。明日2月5日は日本26世殉教者の祝日ですので、ここで月曜日ですが朝7時からミサがあります。2つ目のお知らせは、来週の主日にも申し上げますが、10日後の2月14日は灰の水曜日です。カトリック教会の掟によれば、満18歳から59歳までのすべての健康な男女の信者はこの日に大詳細を守らなければなりません。また成人に達しない人でも14歳以上方はすべて詳細を守らなければなりません。また教会の掟によると、少なくとも年に一度は復活祭の頃にご聖体をするという規定があります。復活祭の義務があります。 I'd like to remind you that February 14th is Ash Wednesday. We have to keep the fasting and abstinence. And also let us make accomplish our Paschal duty. Receive Holy Communion at least once during Easter time. 今日の福音では、主は種まく人の例えをなさいました。この種まく人とはイエス・キリストのことです。イエス・キリストはご自分の御言葉、福音の種をまかれました。しかしこの御言葉は聞く人によってさまざまな活況が出ました。しかし良い土地に落ちた福音は、誠実で良い心を持ってこの御言葉の種を深く受け取り、それを保ち守り抜いたためにたくさんの実りをつけました。明日は日本26世殉教者の祝日でもありますから、種まく人イエズス・キリストが聖フランシスコ・ザベリオを通して日本に福音の御言葉の種をどのようにまかれたのか、そしてそのキリシタン時代に日本はどのような土地だったのか、非常に素晴らしい土地だった、非常に素晴らしい実りをつけた。そして当時の宣教師たちが日本のことをどのように見ていたかということを垣間見て、最後に戦前の決心を立てましょう。福音の御言葉はまず九州に、次に本州にと瞬く間に広がりました。特に織田信長につく大名たち、京都を中心とする御畿内では多くの大名たちや武士がカトリック信仰を得ました。特に有名なのはダリオ高山飛騨守、またその息子ユスト高山右近です。この親子は1563年に受洗して、そしてこの親子の影響を受けて多くの武士たちが高校よりを進んで学び信仰に導かれました。特に本州ではポルトガルとの貿易の利益ということに関係なく、全く純粋に、そして強制されることもなく、キリシタンに進んでなっていました。そして北山飛騨守は高槻城にの城下に素晴らしい教会と、そしてユダ使いのための美しい修道院を作り、十字架を建て日本庭園を作り、そして1579年には高槻には8000人のカトリック信者が住んでいました。その大部分は武士の家庭でした。その当時京都で働いていたオルガンティノ神父様は1570年に来日したばかりだったのですけども、ウルガンバテレンという愛称で皆から愛されていました。そしてこのウルガンバテレン、オルガンティーノ神父様は日本人を愛し、そして日本の言葉を学び、日本の文化の価値を非常に高く確信していました。そして1578年にはローマのイエズス会総長に手紙を書いています。もしもこの国が信仰を受けるならば、私の意見によれば日本の教会を超える教会は世界中に一つもないと思います。後にオルガンティヌ神父様は、日本の教会は天主の花嫁だ、
最も美しい花嫁だとも言っています。その後イエズス会の総長代理司祭司バリニアの神父様は1579年に日本に初めて来ます。有馬晴信、大村住忠、またこの先ほど申し上げましたオルガンティの神父、また日本人のイエズス会修道士パウロ法要権、元お医者さんだったんですけども、非常に聖徳と教養の高い信者、修道士イエズス会士と出会い、また日本の多くの修道士たちや信者さんたち、一般の信者さんたちを見て非常に心を打たれます。そして日本の宣教の偉大な可能性を確信します。こうして1582年には建王少年施設という4人の貴族をヨーロッパに送り出します。自分も一緒に旅立ちます。その当時九州には大村、天草、有馬、豊後で13万人キリシタンたちが少なくともいました。ところでキリシタンにとって全ては順調にいったわけではありませんでした。聖フランシスコの来日後約50年、1596年10月のことでした。サン・フィリペ号という事件が起こります。これはマニラからメキシコに向かう商業船がたくさんの財宝を積んで、また司祭や、修道士たちを積んでメキシコに行く途中に台風で遭難して、そして土佐のウラドの沖に座礁します。すると土佐の大名長宗我部元親はこの船を上陸させて、その財宝をすべて没収してしまいます。これをこの報告を聞いた秀吉は奉行増田長盛を送るんですけど、彼の増田長盛の提案でこれをスペイン人たちには返さず罰することを決定します。すべて乗組員をマニラに返す。さらにフランシスコ会員はすべて死刑になる、処刑される。本当は300名以上 のところを京都の奉行だったのが非常に、信者ではなかったんですけども、カトリックに高く評価していたので、審判だったので、それを24名に減らしました。24名は京都で逮捕されて、耳をそがれ、引き回しを受けて、そして長崎まで1ヶ月冬の道のりを歩きます。しかしこの24人はまだ洗礼を受けたばかりだったという者もいれば、子供たちもいましたが、歌いながら感謝しつつ長崎まで行き、そして道々に群衆にイエス・キリストの教えを説教して歩き入れました。特にペトロ・バプティスタ神父さん、パウロ・ミキが軽々説教していました。パウロ・ミキは、聖パウロ・ミキは十字架の上でさえも説教を続けました。この長崎まで行く道の世話をした2人も入れて26人が1597年2月5日木の十字架に縄で縛られ、槍で胸を突かれ抜けて殉教しました。こうして日本はすでに殉教の発想を下げることができました。しかし秀吉はこの26人では足りませんでした。その翌年、翌月3月に3人の司祭を残して、2人はポルトガル人のため、1人は自分の通訳のため、イエズス会たちにも国外退去を命じます。こうして日本を離れた司祭たちがいました。しかし日本にとどまった司祭たちもいました。九州に残っていたイエズス会の教会は全て破壊されました。日本のキリシタンたちに暗闇が広まりました。これが一体何が起こるんだろうかと
そういう時に1598年9月秀吉は突然死去します。長崎に残っていたディエゴ・メスキタ神父様はそこでセミナリオの校長をしていましたが、残って日本にいましたが、1607年に芸術会の総長に手紙を書いています。今まで日本で宣教していたのは日本人の修道士であり、日本人の道塾であった。そして早く日本人の修道士たちが司祭になることをようにしてほしいと総長に訴えました。なぜ遅らせるのか、司祭となる価値のある修道士たちがたくさんいるのに、その日本人の才能が無駄になっていると訴えました。徳川幕府になり、そして徳川家康は日本の影響力を海外にも及ぼそうと日本の拡張を夢見ていました。世界貿易を通じて国際的な拡張政策、また日本の戦艦を作って貿易を貿易船の建築をするんだと思っていました。しかし二代将軍となった徳川秀忠は、すべての聖職者を日本から追放することを命じます。こうして約100名の司祭たちが、隠れて司祭たちが追放されます。しかし20名ほど潜伏したキリシタンたちもいます。この時に、これが1614年の禁教令で、潜伏した約20名の司祭たちは散らされたキリシタンたちを追って東北の方に、北海道にまで行きます。そして今まで開拓されていなかった東北や北海道にもキリスト教の信仰が広がることになりました。また同時に高山右近や内藤忠俊、またその妻の内藤ジュリアなども追放され、教会は破壊され、修道院は全て破壊されました。それにもかかわらず信仰は日本中にどんどん広がっていきました。家康が1616年に他界すると、秀忠はさらに鎖国へと舵を切り、キリスト教の迫害を強めます。しかし1616年から22年まで323人の日本人が信仰を捨てずに殉教したとすれば、その間に毎年のように1000人以上の、1622年には2000人が洗礼を受けています。1622年というのは、ついに秀忠が元和の大殉教というものを起こさせて、長崎で55人を殉教させます。25人が生きたまま火炙りにされました。その殉教者の中には長崎で奉行の名もいました。しかしいくら殉教者があっても、キリスト教はなくならないばかりか、新しく改心する人がますます出て、その流れを止めることが誰もできませんでした。イエス会の道塾になりたい、修道者になりたいと志願する人々がますます増えました。こう1622年、元和の大殉教を起こさせて、それを理解して、ただ秀忠は将軍職を家光に譲ります。家光はさらにこの迫害を強めて、江戸でやはり大殉教を起こします。48名の信者と一緒に、2人の司祭が江戸で生きたまま焼かれます。また、その後にも、信徒を殺します。
殺害します。また本州と九州では家光を喜ばせるために多くの大名たちが信者を殺害します。それにもかかわらず、その源田の大殉教の後にも毎年1500人1100人2000人などどんどん多くの日本人たちが受洗していました。こうして理解したことは、もう日本から教会を根殺しに目だらしにするには完全な鎖国状態を政策を実施するしかないということ。そしてこれが19世紀の半ばまで続けられました。では日本の土地は福音を拒否したのでしょうか。いえ、聖フランシスコ・ザビレから始まってバリアの神父によって継続され、そしてイエズス会、そしてフランシスコ会にのやったやったちのやった宣教はキリスト教の歴史の中でまれに見る大成功でした。その証拠というのは1612年以後、宣教師たちや司祭をほとんど失った日本のカトリック教会は全く信者たちの力でそれに依存して信仰を保ち続けていたからです。何千という日本人が同胞の言葉を受けて洗礼を受けて、そして信仰を守り殉教していきました。完全な、鎖国状態にあったとしても、そして厳しい迫害と追跡があったとしても、日本にある教会は250年の間、司祭がなくてもコンチリさんの祈り、通会の祈りとイエス様のお恵みとマリア様の御取り次ぎで7代にわたって信仰を伝えることができました。キリシタンの時代、日本の多くの霊魂たちは非常に寛大で非常に豊かな実りをもたらす良い土地でした。では戦前の決心を立てましょう。聖クリゾストモによると、物質的な道端はその道のまま、岩は岩のまま、茨もそのままだけども、私たちはお恵みによって改心することができる。改心するならば、踏みつけられた土地も茨の土地も岩の土地も豊かな肥えた土地になることができると訴えています。もしも今日本で実りがないように見えたとしたら、それは一体何のためでしょうか。私が思うにはの分析によれば、それは第二バチカン公会です。新しいミサです。新しいイデオロギーがカトリックの土地を塞いでしまって、その芽が成長するのを邪魔しているからです。もしもそういうものがなかれば、聖殿の教えに純粋に培養されるならば、そしてそれ育てられるならば、福音の教えのままであるならば、素晴らしい実をもたらすはずです。過去そうでしたから、今でもそうであるはずです。ですから特に明日は日本26聖殉教者の祝日でもあります。日本の尊い殉教者たちの御取り次ぎを祈りましょう。殉教者の原稿であるマリア様の御取り次ぎを祈りましょう。日本からますます多くの信仰が育ちますように、信、暴、愛に燃える信者たちが増えますように、日本の隅々にまで聖殿のカトリック信仰が伝わりますように、そして多くの司祭、聖なる修道者たちが立ち上がりますようにお祈りしましょう。私たちの心、ヤバト魂が日本の聖なる伝統に従って誠実で良い心を持って主の種を素直に深く受け取って、それを保ち美しい実をもたらすことができますようにお祈りいたしましょう。